助かる。ちょっと待ってね。ああ肩こっていった。うちの肩揉んでくれる人募集中です。配信中に無言でうちの肩を揉んでくれる方、あ、応募者が多い。大丈夫ですか？無休かもしれませんよ。騙されないでみんな。ミオファのみんなはあれだな、無欲だな。お金以外のものでもらえるんだとしたら何が欲しいんだろうみんな。みんなむしろ欲だらけだって。そうなの？ボランティアみたいなものだったと思ってたけど。じゃあミオファのみんなのお給料は唐揚げかな。